鶏を見てると昔飼ってたのを思い出すな。足立さん鶏を飼ってたことあんのか。おう、ガキの頃縁日で飼ったカラーひよこが成長してな。じゃあ毎日卵かけご飯タダで食えてたのか。いや、オスだから卵産まねえんだ。だから、おい、まさか俺の目覚まし時計として立派に活躍してもらったぜ。焼き鳥にしなくて安心したよ。仲良し。また距離が縮まったな。現地の人が買いに来るマーケットっていいよな。土産屋も楽しいけど、それとは違うご当地感があってさ。わかるぜ。真実に触れたような妙な高揚感があるよな。そういうもんかね。俺らからしたらいつもの店だけど。そこがいいんだよ。こういう場所を知ってこそ街を満喫したと言える気がする。ローカルグルメとかな。まあ最大の問題は見慣れない食材が多くて調理の仕方がわからんってことだ。確かに。この謎の実はどうすりゃ食えるんだ。割るのか。まだまだ満喫にはほど遠いな。教えてください、富澤先生。たくしょうがねえな。どれ見せてみろ。さすが頼りになるぜ。この実はどうすりゃ食えるんだ。お前も知らねえのかよ。張り切っていこう。海外のフルーツは派手な色してるの多いよな。あれ、そこに売ってるのドラゴンフルーツじゃねえか。なんだそれ、かっけえ名前だな。見た目も派手だが、うまいのか。全然知らねえけど、名前と外見だけで買いたくなる。ジャケ買いみたいな。果物でジャケ買いって味もわかんねえのに買うのか。 CD だろうがフルーツだろうがピンときたのは買うのが性分。これください。しかしこれどうやって食うんだ。後先考えず買うのは何か足立さんらしいな。よっしゃ、コンプリートだ。よー春日、どっかでちょっと休もうぜ。いいぜ。喫茶店とかか。海が見えて酒飲めるところがいいな。それただ単に酒飲みてえだけだろ。だがこのおっさんは。じゃあそれ言うあたりで一杯やるか。よっしゃ、行こう行こう。